と思います。よろしくお願いします。とりあえず一曲聴いてください。イーグルレア。
あのこういう感じでちょっとソロギターっていうあのギターを使っていろんな表現ができるかなとのテーマをやっております、はい、こういった見ていただいた通りあのアコパラのルールちょっとギリギリで出していますが先ほどの曲はですね、イーグルレアという曲で、まあ、僕の好きなバーボンの名前なんですね、イーグルレア。僕すごくお酒が大好きで、うん、赤羽が大好きで、はい、このお店にはもうお世話になってますし、このお店帰りで何度もお酒をお渡しして、だからちょっと今日もしかしたらホワイトウェルさんとすごい仲良くなれるんじゃないかな思いもありますが、はい、まあ、こんな感じでやらせてもらってます、改めまして DAKO と書いてタコと言います。よろしくお願いします。ちょっと次はゆったりとした曲をやろうかなと思います。ウーブムーンライトという曲になります。曲ごとにこうやってちょっとセッティング、チューニングとかいろんなセッティングを変えるんで、この間どうしてもおしゃべりをしながらいろいろやらなきゃいけなくて、もうちょっと僕今年で30になるんですけど、いい右脳の鍛え方がされてるかなと思います。まあ、告知とかは後でさせてもらえるみたいなので、とりあえずの曲に行きます。ウーブンライト。